今日は優勝おめでとうございます。おめでとうございます。どうでしたか？簡単でした。どうも、レロです、今ですね、大会終わって、シェイクシャックに来てます。はい、いいかさっさと来おうぜ。来てます。で、シェイクシャックでマジ楽しみでした。僕も超楽しみでした。早く来おうぜ。どれ俺のトマト抜き、チコ抜き、俺のダブルがどれだ、こいつか、違うな、これだ、多分これだ、ダブル。ありがとうございます。やべえ、足んねえ可能性出てきた。こいつ、ですね、こいつ何回か食ってるか分かるんだ。でしょ？うわ、足んないな、これ。いや、まあ帰りで、なんか食ってこい。はい、どうぞ。はい、マジでやば、これマジでうまいわ。あ、マジでうまいわ。10食える。開けてるやつ。これどれだ？いや、この3つお前んだ。イエーイ。僕は、これと、これと、これでーす。もう何回か食べてるんで、足んないの分かってるんですよ。先にね、頼んどいて、まあ、冷えちゃいますけど、いいっす。今日でもこれで、バーガーシリーズ全部頼んでます。全種類。うまいな。めっちゃうまい。めちゃくちゃうまい、マジで。こんなうまいもんあったんだ。まあ、多分マック食っても同じこと言うわ。めちゃめちゃマヨネーズついてる。レモネード、レモネード。何？チーズじゃない。チーズじゃない何か。これチーズだ。シェイクマジでうまいです、これ。ちょっと S にしちゃって。チーズの話もあり。あ、チーズか。適当だ。頭狂ってます。頭狂ってます。あ、今回さ、プリン、結局プリン、プレ飲まなかったんだよ。変わんね。いらねえ、あれ。マジで気持ちだわ。マサトは全員の同じこと言ってたな。決勝でも頑張ってください。今日は優勝おめでとうございます。おめでとうございます。どうでしたか？簡単でした。カップで。なんて言えばいいか分かんないよな。難しいとかないじゃん。もう当てはまってるか当てはまってないかだから。だから今回は当てはまったんだなっつうだけ。ちょっとそうっすよ。他が当てはまんなかったっていうだけかもしんないし、前後が全く違う内容になってくると思うし、めちゃめちゃいろんな課題も見えたし、今回やっぱすげえなって思う選手すごい多かったし、特に俺もほんと一星君もう取れるんじゃないかなと思って、最後ピックアップで2人並んだ時は、おマジでワンツーあんじゃねえみたいな、もうずっと言い続けてたから。ほんと一番当たりに出たよね。ずっと言ってました。俺めちゃめちゃ肘をしてたけど、邪魔だよって。ワンツー取れなかった、マジで。あると思います。だってどちらかというと1位の方にいましたからスタート。あ、そう、1位、2位。あ、そうなんだ。スタートの判定は何で落ちんの、あれ。なんで1位から一気にさ、あんな、番外編みたいになっちゃうの。まあこうやって見てて、多分、あ、やっぱりこっちは1位、2位、3位なんで。じゃあ難しいよね、怖い。だから、真ん中で名前呼ばれればいいんでしょ、ある程度。で、俺最初何位だったの。2位で、その次は多分で、最後も1位。3番目だったの覚えてるけど、あんま覚えてねえな。これアドレナリン出すぎて分かんないんだよ。周り見えてない。うん、隣のやつも見てないし、決勝戦誰と一緒に立ってたのか見てない。興味もないし。例の探してるけど一緒見つかんなかった。あいつどこだ。
チコはいるからさ、これ目当てにさ、マンコめっちゃ見ました。つかお前さ、今思い出した。お前めちゃめちゃ言ってたらなんか、俺めちゃめちゃムカついて、これ絶対レナふざけてるわと思って。これ俺落とされたらどうすんだよと思って。どうした？撮ってんのまだ。やばい、秒で食っちゃった。おかわり。え？でもいろんなジャンル食いたいのはあるんだな。発表のところ絶対ドキドキしましたよね。2位のところで。いや、ドキドキしたところじゃねえよ。もう群馬の最大かみたいな。呼ばれるかも。いや、待って、群馬に東京にいたらマジダサいじゃん。やっぱ金取れるか取れないかは絶対に持ってるか持ってないかだから。持ってる側なのか持ってない側じゃん。持ってんのかなーと、持ってるよなーっつって嬉しいっていうか安心が強かったな今回。それはね、どうでしょう、レイノ君にさっき聞いたんだよ。どうかなって聞いたら、俺は勝ったと思うけどって言ったら、レイノがいやーいや、顔とかトータルでイケメン度で言ったら1位です。身長だけやめろ、誰がチビだ。身長じゃ勝てない、ね、今年はだからお前何位だっけ去年3位。去年日本大会6位。じゃあ6位以上取るわ。余裕っすよ、取れるし、大丈夫、取れると思う。だってバランスだけで言ったら多分日本1位っす、マジで。急にもう一回っちゃうから、俺。そうだね。でも今回思ったのは、埼玉、前橋、東京ってやって、結局トータルで減量した期間が4ヶ月か、正味4ヶ月ぐらいやってたんだね。減量であったけど、減量1回やめて、でまた減らしてみたいな。だから最後の東京大会の質感が一番良かったと思う。で、精神的にも超楽だったし、もうブレることなかったし、1ヶ月絞るのはちょっとやめようかなと思ったりとかした。質感が変わる、めっちゃ。今回期間かけて、今回、まあ、期間かけてとか減量スタートっていう風にしたのは1ヶ月前だけど変わらず。でももうスタートが違うから、スタートがもう63キロとかでスタートしてマイナス5キロか1ヶ月。超楽だし、変な増量しなかった。変な増量しないで、クリーンなものとか別に気にしないで酒とかも飲んでたけど、基本酒やめれば俺は体重が落ちていくタイプだから。だね、今日変な増量しなかった。体重はあんま戻んなかった。結局なんか微妙な期間だったんだ。1ヶ月半とか2ヶ月とかしか空いてなかったから、増やして減らすのダリーしな、まあ、飲むは飲んで、飯は別にそんなダーティーなもん買わなきゃいいやん。いや、参戦全部いい仕上がりで参戦するのすごい。いい仕上がりなのかな、どうなんだろう。でもなんか自分の中では埼玉がとにかく絞って急いで絞って出た大会で、前橋はどっちかというと絞りすぎてペラペラで、あのファイナル終わりだと思ったから、ちょっと脂肪を残して 6% ぐらい体脂肪率で言うと大体で出てみて、あ、順位上がったって。でも今回も重量上げとこうかなと思ったんだけど、やったら落ちちゃったから、まあ、いいや、切れてる方で出てみようと思って出たら東京一だった。どっちだよ、ベストボディジャパン。どっちだと思う、絞りがいいのか、それともサイズがいいのか。運運なんだよ、その時ハマるかどうか。さっき言ったけど、ただでもそこまでの、まあ、土俵に立つには努力が必要じゃないですか。そこの、まあ、努力ですよね、絞りも悪くも、まず土俵に立つための努力があっての、ハマるかハマらないか、最低限ができないと。いや、そう、めちゃめちゃ思った。これはなんかちょっと失礼になっちゃうかもしれないし、ディスリスペクトになっちゃうけど、スタートラインに立ってない選手がすごく多かった。だから東京大会だから、やっぱ80ちょいいたのかな。余計なんかそういう風に感じること多かった。え、いいんじゃん、その自分が恥ずかしいだけだし、絞りが甘いじゃん出て。俺はなんか友達とか来てもらったりとか、
今回嫁さんに来てもらったりとか、まあ、例の見てもらうとかっていうのもあって、なんか恥ずかしい思いだけはしたくなくて、言い訳しない、いや俺絞り切ったし、ただ当てはまんなかった、サイズが足んなかったとかポージングがダメだったのがいいけど、絞り切ってない状態でコンテストに出るっていうのはすごい、呼んでるのも失礼だし、でも自分が出るのもなんか情けないんじゃないかなとは俺は思うから、そういう、まあ、絞るのは最低限とか当たり前です、やっとスタートラインって感じだと思います。ありがとうございます。それでは日本大会に向けて一言お願いします。日本大会に向けて、あんまでかいこと言うとな、またやんなきゃいけなくなっちゃうから、まあ6位以上で6位以上、いや1位取るわ、1位取るよ、チビでも取れるってことを証明するわ。じゃあいつだっけ、11月の終わり頃、まあ一回増量を入れられるから大丈夫でしょ、気持ちのチャージもしてちょっとサイズ上げて出ようと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは日本大会頑張ってください